差値70確定の科学の勉強。やっぱりね、科学って覚えないと無理なんですよ。2つのカードがある、そういう科目になってます。どうも、篠原です。今回は科学の勉強、参考書、問題集について全部話していきます。科学の勉強法ですね。で、まずはこちらです。僕の生徒偏差値80取りました。まあこんなもんです。まあこの生徒はこちらね、その後慶応大学に進学したんですが、慶応大学の科学っていうと国内でもかなり難しい問題が出る、そういう大学になりますが、その勉強法をこれから紹介します。で、まあ僕自身はこちらですね、危険物取扱者の講師という、まあ国内の科学系の資格の中では多分一番難しい、そういう国家資格を僕自身持ってますが、で、実際僕自身も結果出てますし、まあ他にもね、この生徒以外にもこちらですね、この生徒京大に、合格してますが、まあこんな感じで京大に受かったり、まあ慶応に受かったり、まあ国内トップクラスの、科学の資格が取れたりということで、まあこれでやってもらったら間違いないよというところになります。で、まずそもそもなんですが、科学ってどういう教科なのかっていうことをまず分かっといてほしいんですね。で、もうこれがね、科学の真理だと思いますが、理解、計算、5、暗記、5なんですね。もう理解と暗記がそれぞれ5対5のバランスであるというのが、まあ、科学という教科になっていきます。で、どういうことかというと、いわゆる理論科学と呼ばれているところに関してはほとんどが理解、計算になります。なので数学あるいは物理の勉強に近いんですね。で、一方で無機化学や有機化学と呼ばれているところは暗記になっていきます。なので社会だとか生物だとか、まあ、ある意味英単語を覚えるとか、そっちの方が近くなってきます。今回俺がこの動画で提案したいのが、どっちから先にやるのが向いてるのかってことを見極めた上で勉強していきましょうということなんですよ。で、例えばですね、まあ俺の教えてきた生徒の中にはすごい数学のセンスがあるっていうタイプもいます。で、そういうタイプの人はもう理解からやればいいんです。もう理系能でそういう数学が得意、物理が得意だという人は理解が得意なんだから、もうパッパッパ計算問題をね、まず解けるようにしていけばいいんですよ。ただね、一方で残念ながら、まあ俺がそうでした。俺ね、科学で学年最下位取ったんですよ。 0.2 点ですよ0.2 点取って学年最下位だったんですが、まあそんな人間はね、理解できない。そもそも科学の世界なんて見たことないから分かんないんですよ。分かんないし理解できねえんだから、暗記で済むとこからやっていきましょうと。なので理系の、自分で理系能だなと思う人は理解からやっていく、自分で文系能だなと思う人は暗記からやっていくということをお勧めします。もう一個悩まないといけないことがあります。それは何かというと、学校を使うか否かというところですね。で、学校を使う場合、つまり学校の進度が早いだとか、先生が優秀だとか、熱心に教えてくれる、授業が分かりやすい、そういう場合はもう学校を使って勉強していけばもう偏差値70取れるはずなんで、もうそれでいいかなというふうに思いますね。ただね、まあ正直僕の場合はそうだったんですが、もう先生と相性合わないと、何言っとんねんこいつと思ってる。で、そもそも科学興味ねえし、モルの計算とか最初にやらされて全く面白くないと。まあ理系能のやつはそれが面白いのかもしれません。でもね、俺は文系なんです。文系で分かんないし面白くもない、見たこともないから興味もない、そういう文系能のやつはもう暗記からやっていくべきなんで、ちょっと学校の進度からずれることになるかもしれません。なので、独学で行くという選択肢が出てきます。というのも、まずは暗記事項を覚えるだけで済むのであれば、まあ、それは頑張って覚えていこうぜというところになるので、まあぜひね、独学で行くという選択肢私ももう一個を取っていくとするならば、かなりね、科学の勉強っていうのは楽になっていくんですね。というのも、科学というのは最初にね、モルの計算とか酸化数がどうこうとか教えられて、クソつまんねえなと思うじゃないですか。で、クソつまんねえな、だから科学嫌だなと思ったと思うんですが、実はめちゃくちゃ面白いんです。まあ例えばね、冒頭紹介した危険物取扱者とかだと、水かけたらいけない炎とかあるんですよ。で、そういう燃えたら水かけちゃダメな物質とか、なんでって思うじゃないですか。水かけちゃダメ、触ってもダメ、消火するためには土をぶっかけるしかないんだけど、もう一回土を掘り返したらもう一回燃えるとかね、そういう超危ない物質とか、ちょっとワクワクするでしょ。まああるいは毒物とかね、爆弾とか、ちょっとこう、なんかワクワクするというか、ドキドキする物質っていっぱいあるんですよね。科学って
ってそういうのがいっぱい出てくるんですよ。そういうちょっとおもろいな、これって何なんやろっていうもの、あるいは金属ってなんで重いんだろうとかね、そういうところから勉強していくと非常に勉強しやすくなっていくんです。なので学校の方でうまくいくんだったらそれはそれでいいんですが、独学で行く場合、文系能で独学で行って最初の科学のいろいろモルの計算とかどうこうとかクソしょうもねえなと思うんであれば、まずは暗記をしていくと、まああるいはね、理解を重視している理系能のタイプでも正直学校の先生の相性が悪いということもあるかもしれません。で、今回ね、どっちのルートで行くとしてもなんですが、まず全体像を抑えるところからスタートすることをお勧めします。これは学校の授業が信用できてもうそれでやっていけば合格できるんだったら別にもうこんなことしなくて構いません。ところが、正直よくわからないなという場合は、全体像をまずはざっくり押さえておいて、あ、これが科学かと、こういうものなんだということを、把握していくのをお勧めします。で、お勧めなのがまあこちらですね、端詰めのゼロから劇的にわかる、科学の授業という本があります。で、この本はフルカラーになってて、まあ、スラスラ読んでいける、そういう本になっています。で、しかもその後もう一回復習していけばかなり細かいこと、もしっかり書いていて、まあ、この本に、を読んでいけば、まあ、全体像も理解できるし、あ、こういうことなんだなというのも分かってくるし、その後も使えるんで、この端詰めのゼロからは劇的に分かるシリーズ、この2冊ですね、をまずはお勧めしています。他にもこちらですね、宇宙一分かりやすいシリーズというのもあります。これは、フルカラーではなかったと思うんですが、非常に分かりやすいですね。端詰めのゼロから劇的に分かるよりもページ数が増えます。ページ数が増える分、その分分かりやすく丁寧に書いてるので、読みやすいかなと、文系能でも読みやすいかなと思いますので、全体像を抑えたい場合は、まあ、この辺をね、とりあえずバーッと読んでいきましょう。続いてね、暗記をしていくわけなんですが、暗記をしていくのは、このあたりがいいかなと思います。書き込みサブノート、あるいは、リードライトノートですね、この辺がいいかなと思いますね。で、この辺はどういうところがいいかなんですが、覚えるべき用語がこう穴抜きで虫食い状態になっていて、そこを覚えてくださいねというような形式になっています。まあ他にもいろんな、まあ、問題集参考書あるんですが、やっぱりね、科学って覚えないと無理なんですよ。で、覚えないでいけるみたいな理解が大事的なことを言う人がいるんで混乱するんですが、もうこれまでの指導経験もそうだし、俺自身勉強してそうですけど、覚えなくて済む受験の教科なんてありませんから、それははっきり言って覚えなくていいっていうと注目されるんで、まあ儲かるんですよ。儲かるんでそういうことを言う人もいるかもしれないけど、俺は少なくとも違う。なぜならいろんな生徒を受からせてきて、かつまあ自分自身も受かった結果として、やっぱ覚えないと無理と思うからです。なので暗記はまあ必要必須ですね。これは絶対しないといけないかなと思います。で、それぞれどんぐらい覚えないといけないのかっていうのはちょっとね、よくわからないかなと思うんですが、とりあえず、元素記号はね、40個覚えましょう。で、40個っていうのはどういう数字かなんですが、元素記号の周期表あるじゃないですか。周期表で言うと4列目までですね、を覚えて、プラス重要な金属、まあ金とかね、銀とかそういうものを覚えていけば、まあ40個ぐらいになります。まあちょっとね、40だと、漏れるやつも出てくるんですが、どうせね、周期表の4列目なんてそんなにた、覚えられないですし、水平リーベとか言ってて、最初の数個というか20個ぐらい覚えれるんですけどね、4列目とかあんまり覚えられないんで、どうせ。まあそれは後々やっていけばいいんですよ。で、いわゆる H2O とかっていう化学式ね、これはとりあえず100個。100個覚えましょう。これでとりあえず OK です。なのでとりあえず水 H2O、 この辺とか知ってるよね。二酸化炭素 CO2 知ってますよね。他にも例えばですが、よく出てくるのが塩酸ね、塩化水素、あるいは硫酸とか、そういうのがよく出てくるんですが、まあまあ、出てきたやつを覚えたらいいです。とりあえず100個覚えてもらったら、まあすごい困るってことはないかなと思いますね。で、これが覚えるのが難しかったら、まあつまり元素記号とか化学式ってちょっとまああんまり馴染みがないのでよくわからないじゃないですか。でよくわからないなと思ってきつかったら日本語を覚えましょう。それこそ例えば塩酸とか塩化水素っていうやつとかね、硫酸とか、まあそういう、日本語で、言われてるものがあるんで、まあよくこの化学式はよくわからないけど覚えたぞっていう状態でとりあえず OK かなというふうに思います。で、これをね、覚えていけばどうなるかっていうと、少なくともこの化学というものにおいて、まあ暗記しないといけない最低限のことっていうのは頭に入った状態で、次のステップに進むことができます。どういうステップになるかというと、計算ですね。まあ化学はね、さっきも言った通り計算というフェーズを避けては通れません。もともと理系能である場合、あるいは学校の方で授業がかなり、優秀な場合ですね、
は、まあ、この計算っていうのを特に頑張らなくてもできるんですが、まあ、正直ね、個人的な経験ですよ。個人的な経験で言うと、計算はある程度こっちの暗記がうまくいった後じゃないとわけがわからないですね。というのも、まあ、陽子がどうとか中性子がどうとかってやるじゃないですか。で、その後なんか電子の配置がどうとかってやって、で、その後結合の名前を覚えて、で、その結合の名前を覚えた後に、まあ、いろいろこういう元素とかね、化学式とか覚えてとか、まあ、やっていくと思うんですけど、やっぱね、それを積み重ねていって初めて、あ、やっぱ酸化数って大事なのかなとか、いやちょっとやっぱモル計算できないとできない問題増えたな、納得できないとこ増えたなとか、あのいわゆる化学反応式ですね、これとこれ混ぜたらこうなりますみたいな化学反応式、最初は日本語で覚えるんですよね。なんかこれとこれ混ぜたらこうなるっていうのを覚えるんですけど、正直化学式覚えてないなというか、これ作れないなとかね。で、それによってこの係数間違えるとかそういうのがいろいろ増えてきて、いやそろそろやらないとなっていう実感を持った段階で初めて計算にチャレンジというところになります。まあ学校ではね、こういうセミナー価格といったような問題集をもらってると思うんですが、こういう問題集で OK です。もう学校でもらってるやつで OK です。もうセミナーだとかリードアルファだとかいろいろもらってると思うんですけども、それで OK です。それで大体偏差値60ぐらいいきますんで、これで計算力をつけていく、あるいはいろんな問題演習やっていく中で、あ、この暗記事項覚えたと思ったけど、聞かれたらわかんねえなとかっていうことが増えていく中で、自分のものにしていくという段階がこの2と3ですね。で、まあこれはね、さっき言った通り、理系の人はこっちが先にできると思います。文系の人はこっちを先にやった方が楽でしょう。で、まあどっちが先でもいいんです。どっちが先でもいいんですが、まあ結局、暗記をしていって、ああ、ちょっとここ理解だなとか、理解していく中で、やっぱここはどうしても覚えなあかんなっていうことをこうやっていく中で、徐々に自分ができる問題が増えていって、ここで、4、応用ということになりますね。応用レベルに関しては、これはね、俺の中ではもう2ステップあるかなと思います。まずは、基本レベルの応用、そしてもう一個がマジの応用ですね。で、この基本レベルの応用、まあ基本なのか応用なのかどっちなのと思うかもしれませんが、まあ、応用の中でもこれはよく出ますよってやつがあるんです。まあ言うならばこの、セミナーとかリードアルファをやってればそれなりに身につくものもいろいろあるんですが、それを一通り身につけた上で、さあさらにもう一ひねりっていうところをやってくるのがこの4番目の応用、の基本レベルというところになりますね。で、これをもう絶対克服できるというか、ここに絶対達する一つの教材があるんです。それがこちら重要問題集ですね。この重要問題集という教材はどういうものかというと、ありとあらゆる大学の基本レベルから、基本応用レベルですね、暗記とか計算の甘いところも見つけてくれながら応用的な問題もできるようにしますよっていう、そういう教材になっています。素晴らしい本です。で、これをこの4のフェーズではやってほしいですね。他にもいろんな、まあ、教材日本中に売ってるんで、まあ、あるんですが、まあ、正直どれもね、帯に流しタスキに短しというか、まあいろいろ見た結果これが一番かなというふうに思います。まあこれこそ、もうかなりね、非常に素晴らしい本というか、まあおすすめできる一冊になってますので、ぜひね、この科学で、まあ、偏差値70を目指すんであれば、この、重要問題集を手に取っていただいて、これを反復してほしいなと思います。実際この本を使って、こちらですね、僕の生徒半大に現役合格したんですが、この生徒は11月まで科学のミリ週がありました。10月だったかな、11月だったかな、まあ、とにかく高3の終わりの方までミリ週があって、それでもやべえやべえってこれだけは仕上げで半大に受かりました。しかもこの生徒はですね、部活が結構忙しかったんですね。で、部活が結構忙しい中で、それでも、頑張って時間を割いてやっていくっていう風な、まあ、そういう生徒だったんですが、ね、時間ないんですよ。基本的に時間ない中でもやっぱり一冊固めるとしたらこれ、もちろんいろんな教材あるんで やればやるほどいいんですが、一冊やるならこれです。これが一番まあいいかなというふうに思います。ただね、その後のフェーズがこっちなんですよ。マジ応用です。で、このマジ応用のところに関しては、これは大学別の対策をしていかないといけないというところになってきて、例えばですが、京大あるいは東大の場合、時間制限がきついという問題があります。物理と化学、あるいはまあ生物化学になると思いますが、物理化学生物化学で同じ試験時間内に両方やらないといけないという大学の場合、とにかく時間がないんですよね。時間がなくていろんな問題を解かないといけないし、
かつ計算ミスもできない、正直あんまり悩んでる暇もないとなった時に、例えばあの化学反応式、正直覚えなくていいんです、覚えなくても作れたらいいんですが、やっぱり有名なやつはある程度覚えていかないといけないとかね、あるいはまあ正直もうミスてるということです、もうこれは諦める、無理と思って途中でやめる、もう見切るっていう能力、あるいは例えば東京工業大学のように、もうとりあえず理系の猛者たちが集まると、で東工大というのは非常に細かい暗記事項を聞いてくるという特徴があって、その細かい暗記事項を覚えておかないといけないという難しさがあります。なのでこの、応用フェーズの2番ですね、マジ応用に関してはちょっと大学別の対策をしないとちょっと厳しいかなっていうのがあるんですね。まあそれがこの4番目のフェーズというところになります。実はですね、科学というのは高校生が理解できるように、まあ本当はこうなんだけど、まあまあいろいろあってこれだけっていう風に、ちょっとこうなんでしょうね、説明を省略してるというか、端折ってるというか、まあ悪く言うと嘘をついてる、まあよく言うと簡略化しているというところがたくさんあるんですね。で、それとかをこう、例えばですがこちらですね、科学の新研究という本がありますが、この本とかで勉強していけばその端折ってるところも含めて勉強できるんで、非常に、やりやすいんですが、あんまり学校では教えないというか、教える時間がないんですよ。教える時間がないので、まあまあ、あんまり教えないんですが、マジの応用大学だったら、この辺もちょっと触れときたいよねっていうのがありますね。はい。ということで、科学の勉強法ということに関して、まあ一応ね、4つのフェーズに分けて話しましたが、まあここまででとりあえず偏差値65は硬いかなと。あとは大学別に合わせていて、このマジ対策ですね、大学の傾向に合わせた勉強というのをしていって、まあ科学の偏差値70というところになるかなと思います。まあ今ね、科学の勉強で悩んでる、困ってるっていう場合は、まあこちらですね、まあ僕の無料電話相談を申し込んでください。まあ科学の勉強に限らず、まあ英数国理社、志望大学に向けて、いろんな勉強の方針ですね、こういうところを気をつけた方がいいですよってアドバイスをしてるんで、まあ無料でやってるんで、まあ申し込まない手はないかなと思います。この LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、そこから予約制でやってるんですが、特に現役生ですね、現役生の場合は、最後まで終わらないというケースが非常に多いので、それの対処法というのが重要になってきます。まあ先取りをするのか、それとも習ったところを必死に固めるのかっていう、まあ選択になるんですね。あるいは浪人生の場合、浪人してでも行きたい大学っていうところで、まあ多分この辺のことをやらないといけないと思うんですが、この辺はね、やればやるほどいいってもんでもないんですよ。大学によってここまでやらないといけないからやりましょうっていうのもあれば、もうここまでにしておいて物理で取ろうとかね、そっちの方が向いてるよっていうところもあったりとかするんで、まあそういう大学ごとの対策についても相談してます。特にね、科学に関してはやっぱり暗記語理解語なんで、暗記が苦手なんだったら理解を先に極める、理解が苦手なんだったら暗記を先に極めるという、まあなんでしょう、2つのカードがある、そういう科目になってます。どっちを切っても正解なんだけど、どっちで行くのかを決めないといけない、それが科学という教科なので、ぜひ頑張って成績上げていきましょう。はい、ということで科学の勉強法でした。偏差値70取っていきましょう。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。